セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回は韓国の食べ物を作りたいと思います。こちらはね、何回か食べたことがありますけど、作るのは今回が初めてです。それはこちらです。オーフードのオリジナルトッポッキを作りたいと思います。 Rice cakes with gochujang sauce。 トッポッキとコチュジャン付きですね。ここに韓国語で書いてあるんですけどね、なんで書いてあるかわかりませんけど、はい、このトッポッキを今回作りたいと思います。それはこちらです。後ろの方では作り方が書いてありますね。2人前で3分で作れますね。作るだけじゃつまらないので、こちらのノンシンのボールヌードル、この中にもトッポッキを入れて食べたいと思います。それではクッキングスタート。中にはトッポッキ2パック入っていて、コチュジャンの方も2パック入ってあります。ちょっと多すぎに入れてしまったな。何やってんだよ。はい、出来上がりました。これはね、失敗ですね。でも香りはものすごくいいです。いただきます。柔らかい柔らかい。コチュジャンの味もあって、辛みもいいし、結構うまいですね。失敗したけどうまい。トッポキのもちもち感がね、結構好きです。それではノンシンのボールヌードルズに入れて食べたいと思います。すんげー美味しそう。辛そうですね。色がやばい。韓国の飯テロとかでよく見るカップ麺になってありますね。トッポッキを乗せたボールヌードル挟んでね、食べてみたいと思います。ボールヌードルに入れるともっとうまくなる。ヒリヒリ感もあって最高な感じになってあります。トッポッキと麺ベストマッチです。トッポッキを作るのには失敗してしまいましたけど、超美味しかったです。こちらは間違いなく100点もあって、柔らかさとコチュジャンのヒリヒリ感、究極なコラボレーションで何本でもいけちゃいますね。一番好きだったのはトッポキの柔らかさでした。しかもボールヌードルズとものすごく合います。こちらはぜひおすすめします。もし見たら買ってみてください。オーフードオリジナルトッポキの紹介でした。次回お楽しみに。それではジャーニー。